NSC ラフラフアワーためぎばの2人でお送りしております。それではコーナーに参りましょう。食いしん坊秀樹の飯テロ天国。はい、ということで、こちらでございます。食べるの大好き、私、秀樹が食べたくなるグルメ情報を、松井君が厳選したゲストの皆さんに紹介してもらいます。お願いはい、します。今から3人のゲストがプレゼンするんで、は食べい。たくなる度合い、いつもと一緒、11段階で評価してください。はい。最低が空腹、腹1分目から9分目とあって、最高が満腹となります。はい。今回のテーマは、チェーン店の裏技とななるっほていど。まいいです。すね。なんかあったよね、ありま何す、やったっありまけ、す。ラーメン屋、あそこ。一風堂です一か？風堂のは米おかわりとかい。ね。はいはい、もう即行きましたよ、佐久間さんと。なあ、その日に行ってたよ即行きまね。した。で、しかもあれは最結高でご構ざいます。誰に言ってもみんな知らんかったよ、そう。やっぱ。すごいですかドーらナツさんもね。びっくりしてました。ああ、そうなん。そうなん？ まあいね、や、だでからも。楽しみですはね、い。これじゃあ、まは。ず早速1人目から行きましょう。1は人い。目は NSC46 期、芸歴1年目の水大学。はい。水大学の藤田めっちゃ一生懸命です。おお、なるほそど。れでは早速つないでみはい。ましょう。藤田めっちゃ一生懸命。はじめまして。はじめまして。はじめましはじめまして。て。藤田めっ水ちゃ大一生福懸命。のはい。藤田めっちゃ一生懸命です。何やお願いねん、しそまれ。す。なんか、どう思っいうてこたよりと？シュッとしてた。そうやねん。本坊当です主か？のな、あ、みたいな、ほなやアホつなやとつかが来来るとる思っと思ったたら。ら。ありがとうございます。藤田めっちゃ一生懸命なんや。はい。なんでこれにした名僕のお笑いにおけるやる気を体現前。うん。してるというか。あ、めっちゃ一生懸命やるという。あ、そうです。みんなそうややるん。ぞっていう。やるぞっていう名やる前ぞっを。て気持ちそうを。です。名前に込めたんや。名前名確かに。前だけでもちょっと覚えていただきたいでなす。るほど確かにね。藤田がなんかやるだけで、あ、こいつめっちゃ一生懸命やってんなってことになるんか、これそれで。でみんなそうやから。あ と、藤田一生懸命そうなのよ。普通にしゃべくりの漫才してるんですけど、あ、そうなんや。こいつ、名前むっちゃ変やんで、ちょっと笑ってもらえないかなっ なるほどな。そて。の、はい。ああ、はいはい、いいで生す変やね。けど結構、普通王に。道で勝負するっ確ていう。かにな、いいですね。水大じ福ゃあ、という早こと速、で。はい。今日は藤田一生懸命は何、藤田めっちゃ一生懸命は何についうん。て喋ってくれますか？今日僕が喋るのは、はい。週一で通う僕が教えるバーガーキングをコスパ抜群で楽しむ方法です。なるなるほほど。ど。はい最はい近はい。ね、近くにもできましたからね、バーガーキングもうそうで今すね。ね。そうです、そうです。はい。うん。いいわでかすりね。まじしゃあ、た。それでは早速聞いてみましはい。ょう。藤田のバーガーキングのコスパ抜群で楽しむ方法のお話、お願いします。はい。僕はバーガーキングに週1回行くぐらいバーガーキング好きなので、今日は僕の好きなバーガーキングの良さを伝えながら、コスパがいい食べ方をご紹介しようと思います。ああ、なるほど。ありがとうございまず先にちょっと頭の片隅に入れておいてほしいことがありまして、バーガーキングってちょっと他のバーガーチェーン店より、ちょっと多少高級志向的な感じで、ます。はい。うん。うん、イメージあ商る。品の質がいいんですよね。うん。パティが全部直火で焼かれてたり、ほあとトマトが全部店でなんかカットされてるみたいう。な。ええ。だから僕はちょっとプチ贅沢みたいな感じでバーガーキングに行ってます。はいはいはい。はい。で、バーガーキングにはワッパーっていう、オリジナル商品なんですけど、普通より大きめのバーガーをワッパーって呼ぶっていう商品があります。これむちゃくちゃでかいんですよ。これはちょっと一応知識として覚えておいてほしいです。でかいね、あれ。はい。それではちょっとコスパ抜群で楽しむ方法をご紹介します。お願いします。まず一つ目が、オールヘビーっていうサービスを使うことです。何それ？知らない。オこールちらヘビー。は、バーガーのレタス、オニオン、ピクルス、ケチャップ、あとマヨネーズ、マスタードを無料で1.5倍にできるサービスなんですよ。そうなん？無料で？で、マこちジ？らのサービスを利用するには、注文時に、オールヘビーでお願いしますって言うだけで押してくれるんですよ。マジ？ほんま全員知ってんの？それ店員さん。なんか恥ずかしい思大い丈出夫です。えへん？オールヘビー？何すかそれ？これ、バーガーをオールヘビーにすることで、無料でバーガーの野菜とか増えるんで、より食べ応えもアップしながら、まああっね。さりして食べやすくなるっていう、なるほど。むちゃくちゃいいサービスなんですよ。なるほど。はいはいはい。お腹空いてる時とか、がっつり行きたいけど、ちょっと野菜欲しいなっていう時に、ちょっとぜひ試してほしいですね。おー、はいはい。でも、こんなサービスだけじゃ、もう僕みたいな超若手芸人、お金ない芸人、わざわざ高級なとこ行かないんですよ。おお、なるほど。僕が行き始めたこの理由っていうのが、もう次に紹介する方法を知ってから僕通うようになりました。何ですか？二つ目が、この公式アプリで、配布されるクーポンを利用するってことなんですよ。
これのバーガーキングのアプリをインストールするだけで、クーポン、いろんなクーポンが何回でも使えるようになるんですよ。さまざまな種類のクーポンあるんですけど、僕がよく使うコスパ抜群のクーポンは、セットメニューのクーポンなんですよ。セットメニューのクーポンって、種類にもよるんですけど、だいたい200数十円ぐらい安くなるんですよ。だいぶお得やね、それはね。で、セットは、さっきのワッパーっていうバーガー、大きいバーガーに、ドリンク、ポテトがついてくるメニューなんですけど、こちらのセットメニューが、安くて普通の値段やと900数十円ぐらいしちゃうんですよ。ちょっと高いな、みたいな。だけど、アプリのクーポンを使うことで、むちゃくちゃ食べ応えるバーガーとポテトとドリンクを、だいたい700数十円ぐらい高くても楽しめちゃうんですよ。安いよ。で、今やとさっきアプリで調べたんですけど、照り焼きワッパーっていう、照り焼きソースついたワッパー、大きいバーガーのセットメニューが250円引きで、690円で、す安い。ごいね。出ました。これむちゃくちゃでかいんで、180センチ75キロぐらいあるんですけど、でか。僕もこれ以上いらんわってなるぐらいむちゃくちゃでかいんです。ボリューミーだ食べ応ね。えがすごいので、ちょっといいですバーガーね。キングのバーガーとても食べ応えあるんで、ちょっとオールヘビーとクーポンをちょっとうまく利用して、コスパ抜群の、贅沢な食事をぜひ試してみてください。以上です。なるありがとうございます。ほど。ありがとうございました。ありがとうございます。いいバね。ーガーキング。めっちゃ一生懸命。じゃあ、それでは、秀樹くんに早速判定してもらいましょうか。それでは判定お願いします。空ああ。腹。空腹だろ。これはびっくり、空て腹なんめえだ。よ。これは俺でも分かった。知ってるよ、バカ野郎。オールヘビーは、ちなみに。オールヘビーは知らんかった。ただ、オールヘビーで、追加されるのは野菜そうやかね。ら、あれは意味ないとしまして、ポイントゼロとしちょっまして。と、そして、一個ください。何一個何？チャンスください。何です何でか？す。僕、やっぱ通ってるんで、僕、通ってる人間が知ってることもあるんです。何？バーガーキングってやっぱアメリカのチェーン店なんで、外国人むっちゃ来るんですよ。なんで、アメリカの方とかむっちゃ来るんで、アメリカの雰囲気を味わいながら、ハンバーガーが食べれるっていう。現地で食べてる気そ分れとな。何がやねん。現地そうでです、食べてる気分そな。うです。そうです。違うの、違うこの。れ僕しか知らないでしょ。違う。藤田。俺何ですもか？めっちゃ好きやねん。バーガーキング。そう、俺も知ってんねん。なんなら、アプリ使ったら安なんのも知ってイる。ネタ合わせもめっちゃやってたな、めっちゃ昔。やってた、バーガーキングで。ほんで、もうアプリで安なんのも知ってるし、今日行ったし。どういったん？ただ俺は一個言わせてくれ。俺今日行ったけど、バーガーキング食べてないね。バーガーキングまで行って、注文までして、どういうこと？バ何そーガーれ？キングではね、ペイペイが使えないんですよ。そうです。だからその僕通は、バーガーキングをやめたんですよ。り。やめたい。ペイペイを使えないから。現金がなかったので。僕はそれはね、もうね、この時代、ペイペイが使えないというものはね、もうさっき言っとかなダメです。ペイペイ使えませんって。使えますじゃなくて、使使ええません。ませチん。ェーン店でね。チェーン店でペイペイ使えないは、もうさっき、俺もし、この藤田が、紹介する上で、それをさえ言ってくれたら、ちょっと違いました。ペイペイを使使ええるなかい。使えないか。何かを言うか、言わはい、ないんです言うよ。か言わないか。難クしい。イカしこか使れ、えないんですよ。そうなんなあ、です。これ絶対言ね、わへんやろ、マペイクペイ。ドがね、最近ペイペイ使えるようになったんですよ。ああ。だからその時点で僕はね、もうマクドに一歩先行かれてます。なるほそうどですね。でね。もワッパーそうがでめっすちゃでかくてめっちゃうまいのもね。わかるし。もちろん。そして、僕はバーガーキングでさすがやなと思うのがね、お持ち帰りで頼んだらね、ジュースね、タピオカみたいな確かやにつね。してた。蓋。開かへんやつね。そもう、だから、う。あれは素晴らしい素晴らわ。しいね、あれは。確かに、確あかれに。を言うてくれよ。あれは素やっ晴ぱらしコいスわ。パ抜群なんで。それは、せや確かにな。ね。だから、そうっすコスパね。は確かにいいの。例えば、じゃ藤田の、じゃおすすめのワッパーとか、おすすめのバーガー教えてよ。これ結構食べてきて、多分バーガーキング結構行ってる人だったら分かると思うんですけど、結局、スモーキーバーベキューワッパーが一番うまい。なるほど。スモーキーそうバーベなんキューだ。ワッパー。ちょっと燻製飲みますね。俺は、チーズとか、そうっすね。ベーコンとかしかなくて、ワッパーかワッパージュニアしか食べてないし、ほんで。
マッシュルームとか、なんか期間限定のやつとか行ってりないますね。ね。はあはあ、そこはどうなん？そこは食べたことある？ほんまにちょっとクーポン次第なとこあって、ああ、なるほど。安なってる時しか食えないっていう自分のルールあるんで、なるほど。はい、マッシュだけちょっと一回安なってる時試しましたけど、でも結局スモーキーバーベキューワッパーにコーラが一番最強なんじゃないかなっていう。なるほどうん。ね。今度俺それ食べてみるわ、じゃあ。スモーキーバーベキューワッパーね。スモーキーそうバーベでキューす。ワッパーはい。ね。なるで、ほど。オールヘまあビーでっまあていうまあわ、俺まあ。も。オールヘビーでお願いまあ、します。そうやね。藤田、そやな。ちょっと、まあ、そやな。俺、藤田はバーガーキング芸人じゃないからね。そうです。そうなんですよ。だからその、いや、僕が言いたいのは、その、僕、ケンタッキー芸人じゃないですか。僕、ケンタッキーを語る上で、その、一番言いたいのは、クーポン使わないっていう、そのクーポンで左右されないんですよ。ああ、食べ好たきい。すぎてね。なそう。るほどね。だそうですから、ね。もう、藤田にバーガーキングのことを聞くことはないです、もう、僕は。最悪や。聞いてくださいよ。え、だってメニュー知らないんだもん。安いものしか食べないんだろ、お前は。いや、僕は若手芸人の味方です。そうやね。そうや、若手は芸人い。味ね。方よ、その。確かそうに、ですクーポン、よ。みんな使ってるよ、芸人も、バーガープチキン贅グ。沢ですから。でも、ね。じゃあ、例えば今まで食べてないもんがクーポンで出てきたとき、みんなが、このクーポンで出てくるこれうまいんかって聞かれたら、お前はなんて答えるんだよ。食べたことないからわからないって言うんだろ。クーポンに食べたない、ことないから。週に1回行ってるんだったら、クーポンにないものも食べて、いろんなものを食べて、何が美味しいかを考えろよ。もう空腹でいいです。やもうな空腹でいいです。なあ、クーポンさ、なんなあ、お得に楽しむがではコンセプトやもんな。だお前。そうてでめえす。みたいなガリガリ野郎がこっちに踏み込んできてんじゃねえよ。気をつけろ。空腹でいいです。大丈夫や。食費で金なくすんだよ、こっちはよ。無理してな。こいつが間違ってるから。お願いします。ああ、いや、でも素晴らしかったよ。素晴らしかったやっよ。ぱバーガーキングに目をつけるというのは素晴らしかったでね。ございます。今のね、今の吉本芸人はもう近くにバーガーキングできましたから。そう。で、結構意外と何頼んでいいか分からへんからね。チーズバーガーとか頼んじゃうのよ。まあ、でも、ほんまに言ったら、ほんま藤田の言う通りで、もう絶対アプリ登録して、もうその日のクーポンのやつ食うときゃええか。バーバーキンガーグキな。ングは。みそんう、なでもそれするよね。そう、全部めっちゃうまいね、まず。ほんまアメリカの味やから。なるほど。そうですからね。いや、もう藤田の言ってることがあって、俺今、俺の中の二重人格が、もう、もっと太った秀樹がそう、ね。悪魔のこっちから、もっとデブの僕が今出てきて喋ったけど。なるいや、ほど。素晴らしいプレゼンでした。はい、ありがとうございまありしがた。あとう。りがとう。ありがありがとうとうございね。ました。またお願いします。あまた来りてがな。とう、藤田。あはい、ありがとうございます。りがめっちゃと説明とか分かりやすかった。う。ごめんごめん、ちょっとね、すいません。だいぶ時間がかかってしまいねました。はい、ということで、ちょっとお便り来ております。え。はい。ラジオネーム、お雑煮さんから。これまあ、お便りも読みますかね。あ、もうリクエストもうね。じゃあ、リクエストをじゃあ読ませていただきます。お雑煮さんからのリクエストでございます。ネバーヤングビーチで、ヘイヘイマイマイ。NSC ラフラフアワーではフワチルの皆さんからのリクエストもお待ちしています。メールアドレス lrh@esfm.jp にメールを送るか、X でハッシュタグラフフワでつぶやいてください。お願いします。それでは2人目いきはまい。しょう。2人目は NSC44 期、芸歴3年目のノマネイト、穴井ゲー出ジました。です。それでは早速つないでみましょう。穴井ゲージー。お久しぶりです。お久しぶりです。出た、穴井ゲいつージ。もトークのね、ねえ、穴井ゲトーージでクすやけのどにも。今回グそうルですね。メ。グルいメけで。るか？いけますか？嘘まあついまあ。たあかんで、グルメほは。んまやで。グルメは、ほんまに確かめなあかんので、嘘つけないんですよ。いや、ああ、なるそうだ。ほど。でまあ、いもつやっも嘘ぱ、ついてないですけどね。いや、まあまあまあね、それは置いといて。はい。まあでも、穴井はちょっとね、やっぱ顔って、まあまあ、多分ぽっちゃり系なんで、やっぱそうごです飯はね。好きやと思うんで確かに、すよ。ごき飯大好そきです。う。だからそこ、一回も出てないっけ？グルメは多分一回も出てないですね。あ、ほんま、なんか、でも、はい。あ、ちゃうわ、ちゃうか。穴井ゲー、そうか。まあまあ、でも見た目は確かに食べの好きそうなんで、ちょっと楽し期待みででききまます。すね。はい。じゃあ今日は、穴井ゲージ何について喋ってくれますか？今日はですね、サイゼリアの裏技を。いいですなね。るほど、いいね。サイゼサリイアゼリ大ア好き、は僕。正直最近行ってませんから、あら。でも久々に何回行くときもほんま、愕然とするぐらい安いやん。安い。バカみたいに安いです頼んかでもね。お、1200円とかですそうやね。だからちょっと裏技聞けたら嬉しいね。ね。でじす。ゃあ、それでは早はい。速、穴井ゲージのプレゼンお願いします。はい。まずね、一番最初、注意点なんですけども、はい。ペイペイ使えないです。
おお、ありがとう。あこりがれ、とう。別に言わんでいいあ、よ。ペイペイ使えへんねそうなんでこすれ以よ。降の人もペイ そペイ、こありだがけと注意していただいう。もうそて。れ聞けただけで OK。それはもう誰もあるないから、店もあるないから。そうなんですよ。すいま言っせん。あたりらあがとうなごたざいがます。偉いというだけです。ありがとうございまはす。でですね、本来今日ここで発表するつもりだった裏技が1個ちょっと使えなくなってしまいまして、い。え、なんでな。ミラノ風ドリアをですね、はい。無料の粉チーズ1本使うことで、はい。100円上のチーズたっぷりミラノ風ドリアに、改造するっていう裏技はい。が、チーズ有料化に伴って、はい。あ、なるほ置ど。いてないね、昔置いてた粉あ、そチーうズなんが。や。そうなんですへえ、あっよ。ただから、な。この裏技を使ってた者たちの手によってなくなっそうてしやまいまね。しまあ、そらそうよ。だって、モラルがた。なさすぎるからね。そうだ粉ね。チーズ一本ずつ。1本使うんです。だから、なる注意しほど。ていただきたいのは、その裏技、使いすぎ注意ということです。なるほど。はいはい、なるほど、なるほど。確かに。ね、まあまあでもそれはちょっと聞きましょう。うん、もうそ聞いこてみはよう、OK 聞いでてすみよう。よ。で、そこでですね、まず一つ目なんですけども、これは結構有名なんでご存知かもしれないんですが、サイゼリヤのハンバーグステーキ、399円、まあ、大好き400俺あ円でれ。すけど、こちら、目玉焼き乗ってるじゃないですか。正直、目玉焼きって好み分かれると思うんですよ。もうちょっと半熟の方がええなとか、あ、なるほどね。あれ、言うたら、半熟卵に変えてもらいます。ええー、そうなんや。そうなんや。なんで、ここでおすすめなんですけど、それ半熟卵に変えてもらったら、鉄板の上じゃなくて、別の小皿で用意してくれるんですよ。はあ、なるほど。なんで、それと一緒にミラノ風ドリアを頼むと、お！なんと無料で、ミラノ風ドリアが、温玉付きミラノ風すドリアになるんごですいよ。やん、おこれ前。は、これはすごいわ。これは素晴らしい。聞いたことない、それ。正直、ハンバーグに目玉焼きいらんなと思ってる人多いと思うんですよ。俺はあんまいらんのよ。俺は欲しいのよ。けハど、ンでバもそっちのアレンジもいいよな。そうええです。そっね。ちで、好みで調節できるんで、これぜひ試してほしいです。やるじゃん。やるじゃん。ありがとうございます。素晴らしい。そしてですね、あとドリンクバーでの裏技になるんですけど、ドリンクまでの裏さ。もうサイゼとか、多分若手芸人の皆さん、ネタ合わせとかしまくりで、ドリンクバーの種類にも飽きてきてると思うんですよ。なるほど。ここで、ドリンクバーの中にない、レモネード。おう。これを作る方法があるんです。何ですか？ レモネーまずドも作れんの？うまいんか？それいや、な。美味しいんですよ。ほしんっま？かり、ほんまに、売り物と一緒の味する、レモネード作れて。どうやって作で、るの？まあ、その作り方なんですけど、無料の水、まずコップに入れてもらって、で、そこに、ガムシロップ3つ。ほんで、あと、レモンのシロップがあるんですよ。それを、4つ入れてください。これで、レモネードができま健す。康か お前さ、まあまあええけどね。ええけどな。全然ええらい。変なやつやん。おるたな、ほんまだ、にそのおる変なやつ。これやりすぎると、テーブルの上がガラクズでえらいことになります。ああ、そらそなうるよ。そらなるよ、なんそです。らの。で、レモネードかーって思った人もおると思うんですよ。まあまあね、俺はちょっと思ったよ。カルピスもあります。ええ？どういうこカと？ルピスドリンクバーにあって嬉しないですか？嬉しい。でもないんか、マサイザのそうです。サイドリンゼクリアバーのにドリンは。クバーにカルピスないんですけど、えー、作これる？作何れでるカんルでピす。ス作れんの？お前、まだ体にピースやで、あれ。一マ回ジな、そうどうなんやっです。て？これはですね、また水、無料の水入れてもらいまして、で、そこにガムシロップ2個、で、コーヒーフレッシュ、コーヒーのミルク4つ、で、あと粉砂糖を、2本。何がむしろとってなるってわけだよ。で、何あと、レモンシロップを2つ入れてもらったら、はあ。酸味も出て。まあカルピスになります。そうなん。お前すごいね。そこまでドリンクバーを追求したやつを見たことないほわ。んまやわ。ジそうなんです。ュたースだをこ混ぜるぐれ、らいしか。柄がえぐいことになるんで。そなりるゃ、な。なる、そうなる、なるよ。店員さんにはほんまに嫌な顔されます。嫌な顔されるな。ただ、やっぱ裏技っていうのは、自分のモラルを犠牲にして、お金を節約するってことなんで。なるほど。そこだけ、気に留めない方はぜひ挑戦してみてほしいです。以上です。わあ、なるほど。素晴らしい。ありがうわー、とうございます。なるほどね。じゃあ、早速判定いきますか。いきますよ。はい。それでは、秀樹君判定お願いします。はら、9分うわ目。わあ。結構やありとよった少ね。し。あと少しやな。あと少確かしでに。した。いや、やっぱな。いや、でも、やっぱ素晴らしかったよ。ありがとうございあんまは。す。
めっちゃ好き。あんは素晴らしかったけど、やっぱりなんやろ、この、なんかその、真似しない。やつな。そうね。真似はしないよ。卵のやつは真似するけど。卵はいいよ、めちゃね、くめっちちゃゃいい。いい。卵は、誰にも迷惑か卵はけないいんねんで。けど、なんかその子供の実験みたいやな。そうやったら出てカルピス飲めて。そんな。俺らが小6とかやったら、もう即な満腹でしたけど、さすがに28なもんで、まあそうですよさね。すがにね、いや、でも素晴らしかったよ。一回やってみてください。ほんまにいどうや、ででももよくな一りま回やっす。てみまある一わ。回やってみようかなとは思う。おもろい。その、カルピスが自分で作れるたらすごいな。いや、そうですね。できたとき嬉しくなります。じゃ気になるのはカルピスがめっちゃ嫌い。レモネードある程度想像できそう、る想味。像できた。まあ、そうですよね。そう、カルピスやってはなんねやろうな。いや、よかったけどな。い。いや、ちょっと惜しかったですね。まあ、あとはちょっと食い物少なめやったから。ああ、そうですね。そう、やっぱドリンクバーの裏技やから、もうほぼ。そうなんですよ。まあ、だから、ちょっと食い物も聞きたかったけど、やっぱお前の、この、はい。何？その、まあ、一個のハンバーグのやつはめちゃくちゃ抜よ群かやっったたです。し、ああ。そう、やっぱジュースのプレゼンも聞いたことなかったからよかったです。いや、よかったです、そじれでゃあ。9分目。まあ、ちょっと満腹欲しかったな、また。いやー、そうです、満腹。ちょっとお腹満たしてあげたかったんです、本当に。満たして欲しかった、本当に。はい。喉だけ潤っただけ。お腹最プンなっただけです。後、すいおま腹せん。たぶたぶなったわ、ほんまはに。い。いいいや、素晴らしかっね。たね。はい、いぜや、ひよ飲んでかっほた、しい。めちゃくちゃよかったよ。これはいい。すぐ行けますまあ、けだど。からまあ、禁止ならへんうちにやっとき、ジューそうでスすと。ね。いほんや、まにドリンクバーの横からガムシロップなくなる前に。いや、ほんま、粉チーズもそうやからな。みんそうなやっです。てすいたまな、せん。芸人。宝明太のシンとかな。やってたわ。あいつがおもう。前、宝明太のシンの話すな、お前。宝明太のシンの話。あいつだけえぐい量言ってたもんえぐいな。で言ってた。その、ほんまに好きとかじゃなくて、なんかまるでボケみたいな顔してやってたのそう、が俺は嫌やっ嫌た。やってな。そう、ほんまに好きやったらええねんけどな。俺いっぱいかけてんね、変なやつやろっていう感じがめっちゃ嫌やった。たぶん、アナイゲージはほんまにそうしたいからやってな、ただほけ。んまそにうで美味す。しいかほんまに美味しいんで、ら。あれ。そうやはい。ろう。まあ、美味しいはい。ねんけどな。なるほど、うわ、なちょっとるまたサイズ行こほど。また行こう。う。ぜあひ行りってがください。とう。花ゲージありがありがとう。とうね。ありがとうございました。ありが次はぜひとまたトーク。う。ああ、待ぜっひ行ってくるださい。わ。変な嘘つきトーク聞かありせてがくとう。れ。ありがとうございます。アナエイジ君でした。オッケー。オッケー。そうですね。これはね、忘れてた。流しでありがとう。はい。ということで、それではこの辺りで一曲聴いていただきましょう。これは松井くんとリクエストももらってました。ラジオネームサンサンサランズさんからのリクエストと松井くんの選曲でございまはい。す。愛子の相思相愛。NSC ラフラフアワータイム競馬の2人でお送りしております。それでは最後の3人目いきましはょう。い。3人目は NSC46 期芸歴1年目の和光セルシです。セシルですセか？ルシ、セシルで。ただただでつはないじでおめりまがしとうて。セシル？セシル。ごめんごはい、めん。はじめまして。は和じめま光しのて。セシルと言います。よろセしくお願いシしルまだ。おす。願いします。セシルお、が。セシルっていうんや、名前。なんでなん？これ本名で僕セえ？シルって言うんですよ。なんで？カタカナで？いや、本名は漢字なんですけど。なるほど。はい。下の名前がセシル？下の名前がセシルっすね。へえ。なんていうんすか？ なあ、どんな感じなの？セシル。世界の背に、武士の士っていう感じの、みたいなやつに、横編に止めるって書いて、瑠璃色の瑠って感じがあるんですけど、はあ、全然分からなかった、今そまれで。で セシルって言います。ルリ色の地球のルリ、三浦ルリさんの。わかんない、それも。俺、ルリを知らへんかった。でも、かっあ、こいいそう、感じかなんっやろこな。いい名前やね。ね。ありがとうございます。なんか阿部寛さんのモノマネ芸人の人ラパが、ルフェさんラファルフェさんがそのメイク途中でやめたみたいな、その雰囲気出てるな。よく言われるっすよ、それは。ああ、まあ、やっぱ確かに本爪当のなんで誤言射われたんで濃すいか、な、それ。ぐっそうなんと。です、めっちゃ濃いんですよ。一瞬、言ったら、外国の血入ってなかったもん、そうセそうシそう、ル。セシルやしな。めっちゃ日本人っす。めっちゃ日めっち本ゃ人なんや。日本人。やっ初た。登場ということで、お願いします。はい、じゃあ、そおの願いセしシまルす。は、何について今日喋ってくれるんですか？まあ、今回僕が喋るのは、はい。中尾でアルバイトしてる僕が教える最なるほど。強中尾アレンジ親子丼です。なるおほど。中おいしいよー。ありね。がとうございいですね。じゃあ、ます。はい。ありがとうございそれでます。は、早速、じゃあ、セシはルい。の、プレゼンお願いします。はい。はい。中尾といえばやっぱり親子丼ですよね、皆さん。まあ、そんな、親子丼をもっと美味しく食べるアレンジ、ちょっと3つ今日紹介させてもならいまるほど。す。まず1つ目は、その親子丼にカツとじをトッピングした、親子丼のもう食の暴力、
親子カツとじ丼です。すごいよそれ。マジ？もう迷ったことないですか？カツ丼食べたいなとか。うん。親子丼。あるある、迷ったことある、迷ったことある。もうその時やったらもうそのカツとじを親子丼に入れちゃえばいいですもん。あ、ほや。あ、ほかい。すごいやん。これがめちゃめちゃうまいっす。そら、うまいやん。うまいやろ。これがめちゃめちゃうまいっす。え、それカツとじはトッピングでなんぼするん？500か480円どっちか。まあまあするんですけど。200円ぐらいあるまあちょっとね、ここで惜しみなくこう食べたら。なるほど、まあ、確かに。惜しみなく。みたいな、はい、夢のメニューやな。やったことないもん、そんな。そうです、夢のメニューっす。なあ。そして2つ目。うん、親子丼に、とろろと、生卵と、ごまドレッシングを、トッピングした親子丼です。何それ。これ意外にうまいんですよ、めちゃめちゃ。でも味、まあ、ごまどれ、そうだろう。合うね。中は結構生卵こだわってまして。あ、そうなんや。ちょっと濃ゆい生卵なんですけど、それにそのごまどれととろろがまためっちゃ相性あって。へぇ。で、これちょっとね。それはその邪魔ならん、はい、その何やろ。親子丼の味もごまどれの味も効くん、そのいい感じに効いてくるの？これめっちゃいい感じに効いてくるんですよ。あ、ほんま？ほんとです。当たり前やろって言って笑ってる感じでバカにするのやめてくれよ。いや違う違う、そんな超美味しいやと思う。本人がこの、いや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 、この反応は顔に出ちゃったんです、美味しい。めっちゃ美味しいってことやろな。なるほど。想像つかへんの。で、次ちょっと3つ目。はい。まあ、最後はそのチーズ親子丼っていう商品があるんですけど。ありますね。うん、まあ、その上にもう一回親子皿をかけて、食べるラー油と青ネギトッピングのダブル親子丼です。そらうまいや、すごい。うまいや、そらな。うまい。親子マシマシにしたらマシマシ分うまいなんですよ、もう。なるほどね、倍うまいになるんです、これ。で、ラー油かけんねや。めっちゃうまい。ラー油かけんのがいいんや。そう、食べるラー油も青ネギも。なるほどね。ちょっとそれは辛くなるの？ピリ辛いなの？まあピリ辛っすね。ちょっと甘めのラー油みたいな感じなんで。めっちゃ辛いってわけじゃないですけど、ピリ辛で、で、ちょっと青ネギでさっぱりして。なるほど、ね、なるほどね。これがうまいっす。ましや。まあ、以上が今回ちょっと僕が伝えたかった中尾の親子アレンジです。おー、はいはいはい。なるほど。素晴らしい。はい、はい、はいはい。なるほどね。すごいな。思ってもない角度やったな。確かにね。じゃあちょっとじゃあ判定いきますか。はい。それでは秀樹くん判定お願いします。空腹！よっしゃマジか。そらそうよ。なんでなんで？中に帰ります。米をお前おざなりにしすぎやろ。違う違う。お前バランスバランスを。そうか。お前さ、ないな、そんなんそれうまいよ。この例えばな、カレーをめっちゃ美味しく食べる方法知ってますか？つって、いっぱいルー入れるんですみたいなことや。ちゃうやん。ちゃうやん。でも、その、ちょっと。いや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 、そう、もう俺、一発目にからびっくりしたわ。親子丼のアレンジでカツとじ乗せてんだよ。これでもほんま俺は発想になかったな、これだけは。もうなんなん？あ、2個目よ。2個目、3個目。親子やった。夢やん、これは。夢よ。それ夢叶えてるだけやん。ちょ、もっとその、頭使ってどうやって、例えばその、まあ、その、まあ、お金のこと言うのもあれやけど、うん、この言うたら、その、さっきのさ、穴井ゲージみたいにさ、無料でどこまで行くかとか、確かにね、ちょっとの追加でどんなものにするかとか。はい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 。例えばさ、チーズ親子牛丼に食べるラー油入れたらめっちゃうまなるんですみたいなのわかんねん。チーズ親子丼の上に親子丼の上に乗っけるんですよ。バカかよ。めちゃくちゃ頭でっかちなんだよ。ほんまに。そんな米がもうシャバシャバなるやん。確かに。米と親子とじで親子丼やねんから。あのバランスな、米の具合も変わるか。そうや。汁出し出しになって。そうや。汁だくなりすぎて味濃い濃いなって。上だけ食べてんのと一緒やん。いやいやいや、こう頭使わないアレンジが一番結局うまいっていう。うまいんや。いや、それ俺、一回やってみたいな、あの、カツ丼入れんのは。うまいけどさ、なんかその、なんやろ。一番怒られんじゃん、そんな。なんか、飯の神様に。飯の神様にやったら怒られるかもしれない、ね。飯神様が、飯神様に怒られるかもしれない。飯神様多分粉チーズで怒んで。あ、これは。うん。そりゃうまいんやね。
そう、こいつらの気持ち、食材たちの気持ちがもう何にもない。カツ丼と親子。愛が、お前、ちゃんといただきなさい、命を。いただきます、食べてんねやろ。いただきます、食べてます。愛せよ、もっと一人一人を。何人も読んで、お前。昔の巨人みたいなことして。とにかく強いやつ読んで、ごちゃ混ぜにして入れて。お前らのチームでやれや。親子だったら親子だけで。そう、親子どこまでアレンジするかだろ。誰が主役やねんちゅう話。まあでも、だから2個目のやつは良かったんじゃない ?2 個目のトロロのやつとか。まあまだ良かった。トロロのやつは良かった。ほんまに想像もつかへんし。そう、でももう紛れて紛れて。もう2個。そんな、そ2個がそんなんしてる。1人そんなお前、生え抜きで頑張ったとても、結果と欲しいやねん。惜しかったな。いや、惜しい。いや、まあ考え方はめちゃくちゃデブだったから。おう、バカみたいな発想が良かった。それかよかった、ね。ありがとうございます。他におらへん、この発想は。うん、ただデブはもっと飯を愛しますから。なるほど。親子丼をどううまくするか。ただ他者いいもんじゃない。でも、そんなんするんやったら俺はもう親子丼とカツ丼食うから。あ、うん、あ、もうそれぞれですね。そうが、愛が美味しいから。そう、バランスがいいから。なるほど、なるほど。ほんまに、お前はよ。じゃ研究して出直してきます。いや、ぜひぜひ、その、研究、はい、その実験力があるやつは絶対研究者最強になると思う。まあ、ほんま、一個目の絶対うまいって言うのはせんねんけど。な、うん、絶対うまい。絶対うまいねんけど。いや、でもよかったよ。おもろかった。ありがとうございます。考え方がアホすぎて。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、セシル。はい、失礼します。いやー、おもろいな。まあ、そらそうだからね。今までいなかったね、この。だよね、バカ。バカ。確かにバカミス。バカデブの考えじゃん。デブ。あいつの見た目から想像つく。ほんまやな。ということで、以上、食いしん坊秀樹の飯テロ天国でした。ありがとうございました。本日は、食いしん坊秀樹の飯テロ天国ということでございまして、一、うん、人目が水大福の、藤田めっちゃ一生懸命でございますけどもね、バーガーキングのやつね、よかったけど、うん、まあまあちょっと、知ってまして。知っちゃってたよ。もう若手はもうみんなあれやるもんな。でもほんまバーガーキングもほんまにうまい。美味しいな。ほんまにうまいからぜひ食べてください。うん、でもありがとうね、藤田。で、そして、穴井源氏もよかったね。サイゼの裏技、うん、ほんまに、ほんま、こんなんもう小学生に教えたらもう神様って呼ばれるから。なあ、うん、カルピス作り出したからね、こいつはゼロから。すごいよ。絶対うまないけどな。マジで気になるわ、あれ。レモネードはうまいけど、うっすらカルピスの匂いするだけの、カルピス水みたいな。カルピス水ね。まあでもちょっと、やってみてうまかったらね、すごいからね。うん、はい、そしてセシルね。セシルは本当にダメです、もう。バカやろ。バカやろ。バカが。バカが来てんじゃねえよ。飯神様に怒られる。めっちゃおもろかったけどな、発想。おもろいわ。そりゃうまいやろ。親子丼の上に、カツ丼の上乗っけたら。そりゃうまいね。アホやわ、ほんま。いや、でも嬉しいね。うん、だって、飯に対して、アホな考え。いや、これ、今までにない角度です。愛があるやつが来るのがいいでございますけども。うん、はい、ということで、今日も楽しかったでございます。はい。はい、また来週来てください。ありがとうございました。